どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは恵比寿駅でございます。こちらの恵比寿駅は山手線、埼京線、湘南新宿ラインそして東京メトロ日比谷線が利用できます。今回ご紹介する物件はパークナード恵比寿でございます。まず物件概要いきます。売り主はパナソニックホームズです。設計施工は安藤狭間です。現在ですね残り10戸もう5戸ほどとなっておりますが倉庫数は70戸です。販売倉庫数が64戸、非分譲住戸が6戸となります。地上8階建て、地下1階建てです。東京メトロ日比谷線の利用時間限られた5番出口ですと徒歩5分です。こちら JR 線の恵比寿駅徒歩7分、東急東横線代官山駅が一番近くて徒歩5分、東横線と日比谷線の中目黒駅徒歩9分です。恵比寿、代官山、中目黒ですね、挟まれた立地となります。アドレスは東京都渋谷区恵比寿南3丁目、2019年の8月竣工済みです。恵比寿駅から駒沢通りをですね山手線の外側方面向かって歩いていきます。今回は山手線の外側物件となります。それでは今私がいますこちらの恵比寿駅から駒沢通りをぐーっと歩いていきたいと思います。緩やかに登っていく形になりますがそこまで気にならないかと思います。私が初めてですね現地訪問したのが2019年の7月ですのでもう2年ほど経過しております。でこの撮影時点では残り5戸ほどでございます。公開時点ではもうちょっと減ってるかと思います。記事の物件概要欄にはこの動画更新する時のですね情報に更新したいと思いますが撮影時点では5戸ほどという形になります。まあ、販売終盤戦今更ながらの取り上げにはなりますけども駒沢通り歩いてきましてタイムズ恵比寿南第6、こちらですね曲がっていく形になります。そして最後ですねまた少し上りになります。今回立地面大きな特徴になるのがこちらの大通りから一歩中に入っております。今見えている建物です。もちろんもう少し中に入りたいという方もいるかと思いますけども大通りから一歩中に入った利便性と住環境のバランスが取れた立地ということになります。そこを魅力に感じる方にとってはですねハマってくる出物となります。で、まあ、当時私が最初に見た2年前ですねからすると、まあ、世の中的にマンションの売れ行き加速してますし、まあ、当然相場も高くなっていますので、まあ、今回ご紹介しているこちらパークナード恵比寿のように、まあ、いわゆる旧価格物件ですねの販売中の新築マンションを狙うのも、まあ、いろいろな意味で面白い時期にはなっているのではないかなと思います。で100点満点のマンションというのは当然このように存在しないわけなんですけども今作において皆様そして、まあ、私自身も気になるところとしては外観デザインじゃないかなと思います。これは本当誤解なきをお願いしたいんですけどもチープって意味じゃないですよ。これでチープって言ったらもうどうなってんだって話なんですよ。すごくいいんですよ。ただ価格そしてエリア的に見るともう少しおー欲しいっていうぐらいに、まあ、仕上げてくるべきじゃないかなというか、まあ、そういうマンションが多いエリアなんですよねっていうところです。で風除室のところの鉄の門構えですね。でこれ中に入っていくとあえて遠回りさせる回廊となっております。エントランスホールとラウンジもですね倉庫数からしたら贅沢な空間であるなどオクションらしさも感じられるものとはなっています。エレベーターホールのエレベーター周りがステンレス調になってるのは好き嫌い分かれるからですけど個人的にはすごく好きでしたね。15階のですね共用廊下も内廊下になってますし、まあ、当然ながらエアコン付きでございます。さらには各階ゴミ置き場もあります。で接道面ですね
こちら傾斜しております。なのでエントランス部分は地下1階 B1 表記です。エレベーターの中も B1 から始まってます。今西側へ移動してまいりました。先ほどいたのが東側、今私がいるのが西側で、今回2面接道です。で、主な開口部は東と西にとっております。そして車の出入りはこちらの西側になるんですけども、地下駐車場です。これはオークションらしいですね。かなりテンション高まりました。平置き8台、機械式18台で、設置率としては約 37% です。そして機械式のハイルーフ対応区画であればまだ確保可能とのことでした。いや、地下駐かっこいいですよね。設備仕様としてはディスポーザー、食洗機、水回り天板、天然石、ミストサウナ、トイレ、手洗いカウンター&ローシルエットトイレ、玄関前カメラ付きインターホン、リビング天下製、玄関電子量、すべての水が浄水となる涼水工房など単価なりに充実してます。でプレミアムになると浴室のグレードが高くなるなど全体的にレベルアップとなります。あとは外気を取り込んだ後に綺麗な空気として室内流し込むですね、フィルター換気システムを採用してます。だから当時よりも受け良さそうですね。当時は販売当初コロナ禍前でしたからね。西側の眺望はこういった形で一部隙間になりますね。右見るとデジタルゲートビルがあります。左を見るともう戸建てですね。こちら東側の眺望となります。東側も西側も接道しておりますし、階数によってはですね、空もぐっと近くなります。管理費は平米単価月額約394円で、ディスポーザーで内廊下 で週5日10時から19時コンシェルジュさんいて、まあ、もちろんベッド管理人さんはいます。さらに各階ゴミ置き場ありで、この単価ならまあ走行数からすると全然悪くないですね。で日常の買い物としてはピーコックストア、あとはまあアトレエビスだったり中目の東急ストアも選択肢は豊富ですね。あとはまあ私には胃が痛くなるようなおしゃれなこう飲食店も多いエリアでございます。そのようなお店が好きな方には楽しみ大きいでしょうね。代官山も近いですからね、まあ、もちろん代官山にもっと寄り添いたいって方はパークなど代官山の方が合ってきますけども、まあ恵比寿日常使いしやすいっていうところで、まあ、とっつきやすいかなと思います。まあ私はもう駅前のおしゃれな吉野家でお腹がいっぱいでございます。まあとても魅力ある立地に、まあ価格も決して割高すぎるっていうことはないです。まあただ目が超えた方が多いんですよね。いや今回めかっこいいんですよ、外観かっこいいんですけども、おー欲しいって思わせるもの、まあ所有欲をこう満たしてくれるものでないとなかなか響きにくいエリアなんですよね。エリア柄室内の設備仕様だって結構高いわけで、ただそのなんていうんですかね、おー欲しい、おー欲しいぞーっていう風にさせてくれるものがそのパッと見でちょっとないのかなと。特に代官山のパークなどと比べると、だからデザインのコンセプトがもちろんそのものが違うっていうのは分かるんですけども、まあ、どちらかというとこういう外観デザインが好きな方が多いエリアなんじゃないかなとは思いますね。今映してるのは物件近くにありますプラウド恵比寿です。2012年築、アドレスは同じく恵比寿南3丁目、恵比寿駅徒歩4分で、新築時の坪単価がですね約400万円で、現在の坪単価が約565万円となっております。まあもちろん好みは人それぞれですけどもね。ただこのエリアにおいては先ほどのような優しいデザイン好きな方っていう方がまあ少数派なんじゃないかなと思います。逆に言えばその少数派の方はそれが気に入ったのは買いの出物ですよね。ただ少数派がゆえに、まあ、ちょっと販売ペースは遅いかなと。まあもう完売かなり近いですけども、まあ、マンションが売れてる時代にしてはちょっと時間かかってるかなっていうところです。残りわずかになってきてますので、気になった方はラストチャンスね、見学してみることをお勧めいたします。まあ、このプラウドもそうですけど中古も出物がないっすねこのエリア。
パークナード恵比寿、建物内モデルルームですね、見れますので。あとはあの地下駐ですよ。あの地下駐はかっこいい。このプラドも地下駐じゃないですからね。しかもまだですね、駐車場空きがありますので、いやハイルーフですから機械式にはなりますけども、駐車場グレードにこだわる方も要チェックでございます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方を同時に公開しております。こちらの動画の概要欄に記事の URL 貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。フレッシュネスバーガー、チェーン店なら緊張しません。いや私チェーン店大好きなんですよね。でもこの恵比寿いいところは、まあ代官山あたりのチェーン店でないすんごいおしゃれなシャレオツなお店だけじゃなくて、チェーン店もしっかりあるのがいいですね。このレモネード美味しいのでおすすめでーす。よく混ぜてにゃ。いつかそう